ってまいりましたクレイジーゲーマーでございます。嘘つき近所、ね、近所からやってまいりました、横浜から横浜へやってまいりましたクレイジーゲーマーでございます。どうぞよろしくお願いします。これはなんとも言えないね。いいですね。芝生あってね、ビルあって、なんかちょっとシンガポール似てるね。似てますね。ね、香港とかシンガポールとか横浜とかやっぱりこう神戸もそうだけど、はいはい、港っついいね。いいですね。ね、横浜黄昏ホテルの小部屋、窓を開ければ港が見える。いいね。横浜ペッパーがいいね。あ、ゴミゼロ横浜。男がチャランチャランチャランチャラ横浜横浜いっぱいいるわやね。はい、ありがとうございます。これはシキビル変更だわ。本当ね、警戒に来てる ね、 ね、このグループなんかまずいね。まずい。何か何かがあるほら、やばい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 、狙われてる。やばいね、やばい。いえ、何か質問ありますか。あ、質問わかりました。そうですね、9月2日ね、あの赤レンガでやりますね。ぜひ、ぜひ赤レンガの特設野外ステージですから、こういう感じで、はいはい、ね、やりますので、ぜひたくさんあの、なんつうの、いわゆるイベントみたいにいろんなバンドが出るんじゃなくて、CKB の上にいろいろトッピングして。素敵なゲストが分かる感じじゃないかと、はい、まだ何も決まってないんですけど、いろいろ考えてます。問題はね、天気ね。そうですね。これだけなんとか、政治力を使っても、何を使っても、ね、でも無理ですかね。なんとかして、晴れに、いや曇りがいいね。そう、涼しいですからね。涼しいから曇りとか、あるいは小雨、ミストぐらいの小雨一番気持ちいい、ね、こんぐらいを願っております。はいはい、ね、どうぞよろしくお願いします。9月2日来てください。あの毎週土曜日はね、 F 横の、クレイジーケンマンのレディショー本国レッドホットストリート、こちらでね、はい、お会いできます。でその、番組の30分前にあのミスターいくら大人の秘密基地ね、こちらもね、はい、ございますね、ぜひ楽しみにしてください。でその大人の秘密基地クレイジーケンマンのレディショー本国レッドホットストリートの後は、マイティクラファミリーのベイサイドレゲエラウンジね、もうその土曜日の夜かなりね、あ、今日か、あ、今日金曜日、明日か、ね、明日か、今日土曜日だと思ってたね、金曜日いいな。花火明日ですね、花火、うん、明日ね、あのさっきのファイブスターって歌の横浜の花火をこうイメージしたと思いますけど、そんな感じでね、明日もぜひね、よかったらそうです ね、 ね、花火を楽しんでいただければと思っております。じゃあ、まあ、あの横浜の歌、いくつかあるんですけど、元町からに、こう大観坂がこう登ってクリフサイドの横トンネルって、また本木通りに行って、ほんでカモメ町であのラジオ聴いてたらね、はい、FM 横浜からこの曲が流れていてあって、そういう歌です。聴いてください、辰の落とし子。
メシケンバンド。